ます。釣り子 TV です。待ちに待ったすごい小包みが来たーっていうことでね、これ、ゲーリーインターナショナルから 3.5 インチの山たぬきが送られてきたー、イエーイ。というわけでね、本日の動画はこんな感じのね、段ボールが届いたんで、開封していこうと思うんですけども、冒頭でも言ったんですけども、中身は待望の巨大ヤマタヌキ、3.5 インチのヤマタヌキが入っているようですよ。いやーね、これ、今ね、持ってるんですけど、重い。ねえ、めちゃくちゃ重い。これは期待できるんじゃないかなっていうことでね、早速開けていきたいと思います。どんな感じで開けようか。ちょっとカッターで、で、重いな。よいしょ。はい、じゃあね、早速開けていきたいと思いますよ。ほう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 。ああ、お手紙があって。でけでーん、すごいですね。このちょっと重い。あ、ありがたい。ね。各色送ってくれたんですね。これはね、ちょっと使い出のあるね、ルアーなんで。いやー、じゃあね、早速どんな感じかね、見ていきたいと思います。はい、出てきました。一袋ね、出してみましたけども、こんな感じのまずね、パッケージに入ってるんですね。ね、新しいパッケージになってね、ちょっとね、今までの、やつとちょっと印象が違いますけども、まあ、黄色でね、すごいね、ゲイリー山本って感じはね、以前わかりやすいので、釣り具屋さんなんかでもね、すぐに、発見できるんじゃないかなっていうところですけども、で、この袋を開けていくと、これは、じゃじゃーん、はい、来ましたね。あまりにもでかいヤマタヌキ。うわー、これはね、ボリューム感がね、すごいですね。もうね、飛びそう。ね、まず、第一印象。めちゃくちゃ飛びそうっていうところと、2.5 インチのヤマタヌキのところでもね、すごいね、いいなーって思ったね。やっぱりこの、なんだろう、なんて言うんだろう、これ、タヌキテール？これがね、絶妙なこの、張りがあって、だれないんですよね。これによって、前にこうツッツッってやった時、こう今も手で持ってるだけでね、プルンプルンって動くんですけども、独特な余韻を残したようなね、この前のボディはずっとね止まってこう存在感を示すんですけど、常にこの、なんだろう、アピールし続けるタヌキテール、これがね、しっかりと継承されているなっていうところで、ヤマタヌキのね、特徴のまたこの表と裏にね、こうフッキングが良くなるようなこういったスリットがね配置されているので、これによってね、フッキング率がねいいということですよね。で、水晶の、フックサイズはですね、すごいフックの40番50番あたりがねいいよっていう風にね書いてあったので、まあ、そこら辺でね、合わせて自分の、好きな針で、まあ一番いいのはすごいフックっていうことですけども、あれがまあワイドゲーブ気味だとしたら、ナローゲーブの針なんかもね、いくつか試してみたいのがねあるなっていうところですね。はい、ね、こんな感じ。いやー、ちょっとね、
これはねずっしりきますね。でちょっとね付属のね紙があったのでね見ていきますと、特徴としてはですね、より遠くより深くということで、2021年4月のリリース以来全国各地で高い実績を上げてきたヤマタヌキのアップサイジング版がついにリリース。既存の 2.5 インチに対して1インチアップの 3.5 インチながら、重量は約 5.3 グラムだった 2.5 インチに対して3倍の 16 グラム。これ16グラムあるんですね。だいぶ育ちましたね。おかっぱりでも抜群の飛距離で遠く離れたポイントへ楽々アプローチ、より遠くより深く、射程範囲が大きく広がります。特徴的なタヌキテールはさらに強い水押しになり、胴、プルプルした動きと、正、ストップの、メリハリでバスを誘います。ほぼ全てのリグ、季節、場所、シチュエーションに問わずオールマイティに使用できるワームです。ボディ全体に入ったスリットは浅いバイトも確実にフッキングに持ち込みますということで、やっぱり推奨フックがですね、すごいフックの40番、50番で全長が 3.5 インチの重量約 16g ということで、はい、いやーだいぶね、まずこの説明書きにも書いてありましたけども、1インチのサイズアップながら、かなりのね重量がアップしたよっていうところで、はい、これね従来のね、ヤマタヌキね、2.5 インチ、一番最初に出たサイズですね。これはね真冬でも魚がね釣れてくれたりしてね、お気に入りなんですけども、あと脳神管ね、普段使いでもよく釣れてくれて、まあこれが通常のね 2.5 インチのヤマタヌキ、そして新しく登場したヤマタヌキがででんねえ、これこのねちょっと並べてしっかり、このサイズアップですよ。これちょっとねえ、これね数字以上のね違いを感じますよね。1インチアップしただけで、まあもともとこのずんぐりぶっくりなね飛距離抜群のヤマタヌキですから、それがこうなっちゃうんだよね。この違いってのはねなかなかすごいですね。これはまあスピニング、まあベイトでもね使えちゃうぐらいなね 5g あるんで、まあ最近のベイトだとねヒャーンって飛んでいくんですけども、こちらはですねもうノーシンカーでまずはぶっ飛ばしたいなっていうね、そんな感じですね。はい、でせっかくなんで、まずねあのカラーラインナップ見ていきますかね。まあこれ一番最初に開封したねなんかダークブラウンブルーギルだと思うんですけども、まあこれはねもう間違いないですよね。地味系青ラメね、まあなんというのか、まあ、ブルーギルって感じなのかな。まあよく釣れますよね。でなんか比較的ちょっとねサイズが大きいのがね釣れやすいなって印象のダークブラウンブルーギル、これねまずねしっかりラインナップしております。でお次はこれ見ていきますかね、ウォーターメロンブルーギル、ブルーギルつながりでね、さっきのダークブラウンブルーギルとちょっとね名前が似てますが、はい、こんな感じ、ウォーターメロンベースに、青ラメですね。これによってで、馴染みのいいでも、ちょっとギルっぽいキラキラした、余韻も残すっていうね、ウォーターメロンブルーギル、これもね釣れ線カラーじゃないですか。さっきのダークブラウンブルーギルと並べるとこんな感じ、推定の色に合わせての使い分けになってきますかね。ちょっとウィード混じりなね推定の時により、なんだろう、馴染ませつつちょっとアピールしたいときはこっちのウォーターメロンブルーギルになるんじゃないかなっていうところで、でちょっとシルエットを出したいなっていうときはこのダークブラウンブルーギルになるんじゃないかなね。
皆さんだったらどういう感じで使い分けますか。両方ともこれはね、すごいツレセンカラーだと思いますけども、2つ目に開けたのは、こちらウォーターメロンブルーギルですね。はい、ちょっとね好き系なカラーからね先にどんどん見ていきたいなと思うんですけども、これ一番自分は使う機会が多くなるんじゃないかな、スカッパノンブルーフレークですね。大人気のスカッパノンカラーね、コーラカラーみたいなというか、ちょっと茶色がかった、それにちょっとした、ラメを入れることによってっていうカラーですよね。じゃあねちょっと開けていきたいと思います。スカッパノンのブルーフレーク、あー間違いない感じですね。こうなんだろう、映り方にもよると思うんですけども、かなり濃く見えないですかね。ブラックではないんですけども、もうねブラックに近いぐらいのこの存在感、これに青ラメが入っているっていうことですね。これはね、まあスカッパノン系のカラーって昔から本当に好きなんですけどもね、そこに来てちょっとブルーフレークのアピールが追加しているよっていうね、ソリッドのスカッパのなんかも欲しいですけどね、まあでもそんなにね本当ラメが細かいラメなので、そんなにねキラ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 っていう感じではないんですけども、これはシルエットをはっきりくっきり出したい時とかに良さそうじゃないですかね。はい、スカッパノンのブルーフレークカラーですね。はいはい、お次はガラッと変わったね、これはねサーモンピンクというカラーですね。あのゲイリー山本独特のね、どぎついピンクではなくてちょっと馴染む感じのサーモンピンクっていうカラーですよ。ちょっとこれね気になるカラーですね。 3.5 インチね、ヤマタヌキならではのカラーになってくるんじゃないでしょうかね。はい、わーこれは結構好きな人多いんじゃないですか、こういう感じ。うん、なんだろう、ピンクをちょっと退色させたようなというか、まあ桃色というような、まあサーモンピンクということなんですけども、ちょっとくすんだ感じのピンクですね。あーこのカラーいいなー、これはなかなかどうしてね、えちょっと今までゲイリーのワームであんまり買ったことのないカラーなのでね、えちょっと使ってみたいな。これねどういうところで、どこでも使えるんだろうけども、サーモンピンクってカラーですよ。ちょっとねバシッとねこういう時にこれっていうね感じは、説明しづらいんですけども、まあ、ただあの亀山ダムとかにおいてもね、本当あのピンク系のカラーってねめちゃくちゃ、効くカラー、当たりカラーになることが多いので、そういったタイミングでね、投入してみたいなっていうね。はい、こちらサーモンピンク。はい、お次はこちら、グリパンの、ブラックフレークですね。これはもう馴染ませる系カラーの定番中の定番ですよね。グリーンパンプキンに黒いつぶつぶ、はい、これはもう間違いないカラーですね。パンプキン系のカラーにこのブラックのフレークが入っているよっていうことで、馴染ませるカラーの、まあ、代表格になってくるんじゃないでしょうかね。結構ねでもねこれ太陽を透かすとね結構透けるんですよね。まあそんなところで透け感のあるカラーだよっていう感じでね、まあどんな時、まあちょっと実践的なカラーがまた今回も多いですね。最近のあのゲイリー山本の、最初のカラーってほんとね、なんかもうツレセンのカラー、人気のカラーがねもう所狭しとね、遊びのカラーがないというね、まあ、さっきのサーモンピンクなんかね、なかなか独特な感じでしたけども、これはまあツレセンツレセンツレセンの、一角のカラーですよね。はい、グリパンのブラックフレークですね。はい、
で先ほどのカラーとね似たような感じのもう定番中の定番、ウォーターメロンにブラックフレークが入ったカラーです。はい、じゃあこちらも見ていきますね。まあウォーターメロン系のカラーで、ね、いろいろねソリッドウォーターメロンとかあると思いますけどもね、まあ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 こうウィードが生い茂ってるところにプチコみたいなっていうね、そんなカラーですね。それにこうわかるかな、ブルーフレーク、まあね小さい粒粒がねいっぱい入ってるんですよね。ね、これはまあ、緑系好きな人には間違いないんじゃないかなっていうね、ウォーターメロンの、ブラックフレークですね。はいはい、ゲイリー山本の、定番中の定番カラーね、パンプキンに、ブラックフレークとグリーンフレークが入っているよっていうカラーですね。これはね本当そうですね、多分一番自分最初に買ったゲイリー山本のワームってこのカラーだったんじゃないかなって記憶してるんですけど、もう 2,30 年前ですけどね、このカラーの先行とかね、まあどのワームでもね昔は絶対このカラー買ってたなっていうカラーですね。透け感があって、で粒々がねこう2色配色されているんで、なんともね、まあなんというかゲイリー山本っていう感じのカラーですね。ザ・ゲイリー山本っていうね、うん、いろんなルアーでねこのカラー使っていたんですが、近年はあんまり使うことがなくなったなーっていうね、なんかたまたまね、うん、まあその後好みとかがねもっと濃い色とかに変わっていきっていう、そういう流れ、まあ特に大した理由はないんですけども、せっかくね今回手に入ったんで、もともとね大好きだったこういったカラーも積極的にね使っていきたいなーなんていうふうに思います。これはねパンプキンの、ブルーフレークと、グリーンフレークね、そういうカラーですね。まあもうゲリー山本っていう感じのカラーですね。はい、先ほどのカラーに対してこれは結構近年の、ヒットカラーじゃないですかね。エビ味噌っていう風に書いてありますけども、エビ味噌ね、見ていきますよ。はい。先ほどのカラーとはまあまあ微妙に違うんですけども、まあ、茶色系統に、赤と、黒の、小さい点々が入っているよっていうね、地元ではねみんなね赤点々赤点々なんてね呼んでるカラーなんですけども、赤点々とねあとねゲイリー山本ね青点々みたいな感じのカラーがあって、神山ダムなんかで使っていてもですね、今日は赤点々が効いたよ、今日は青点々が効いたよなんてね、そんな感じで使い分けてたなーなんて印象があるんですけども、エビ味噌っていう名前でねこういうちょっとパンプキンの透け感をもっとなんだろう、馴染む色に、馴染むというかね、なんかちょっとなんだろう、退色させてちょっと濃くして、より馴染むような感じにしたものに赤い粒粒と黒い粒粒が入っているよっていうね、こういう感じでいいんじゃないかなと思うんですけども、これはね多分よく使うカラーになるんじゃないかなっていうね。しかしどう思っててもやっぱこのお尻のプルプルがいいですね、このね、ゲイリー山本の動画で水中の動画なんかも見たんですけども、ほんとこれがクイックイックイックイって動いて、それに追従してこれがねこう常にねアピールし続けてくれてるんですよね。これはねどんなね感じになるのかね、早く使ってみたいですね。これははい、エビ味噌というカラーです。はい、ここ中盤戦でねこれちょっと見ておきたいなということで、ブラックですね、ソリッドのブラックですね。これねなんかブラックって好きなんですよね。まあちょっとディープの釣りをやるときにこうシルエットをはっきりくっきり出したいなってなると、やっぱりこのブラックなんですよね。
あとは浅いところにおいても雨跡のこれはっていう濁りが入った瞬間、ね、そういう時にね、がぜんこの存在感でね、アピールするっていうね、そういう時にね効いてくるはずなので、このねブラックはねぜひともね欲しいなと思っていたんですけども、しっかり入っておりましたね。まあ濁った時って感じですかね、あとはね、まあプラグの釣りなんですけど、夜釣りやる時とかね、ほんとねブラック系ってねよく釣れるカラーだなーなんていうのがあるんで、そうですね、まあちょっと夜釣りできるようなんていうところに行った時とかね使ってみたいな。あとはね濁りが入った時、ディープでしっかりと存在感を出したい時、そんな時に使いたい、ブラックソリッドでございます。はい、こういうカラーも入ってるんだっていうところでね、ちょっと嬉しかったのがこのカラー、ナチュラルシャッドっていうカラーなんですけどもね、これはあーは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 ー、これはいいなね、スモーク系の、ね、透け感のあるカラーにですね、金色と、黒のラメが入ってますね。はあ、この円筒能力を生かしてボイル打ちなんかでもノーシンカーで俺使えると思うんですね、そういう使い方でちょっとね遠方の、届かなそうなところにこの 16g の重さを使ったなんだろう購入ね、そういう時に使いたいなっていうカラーがちょっと少ないかなと思ってたんですけど、ここにあったんですね、これナチュラルシャットってカラー、これベイトフィッシュ系のカラーなので非常にね使い出がありそうだなっていうね、ヘビーキャロライナーリグのグーなんかでも投げてみたいなとか思ったりしたんで、そんな時にねこのナチュラルシャット良さそうですね、結構ねそう定番の間違いないなっていうね、なんというか濃くて沈めて馴染ませてっていうねカラーがね多めだなって感じたので、そこに来てこのねちょっとナチュラルシャット、異彩を放ってますね。これちょっとね出しどころいっぱいありそうですね。はい、こちらがねナチュラルシャットというカラーです。はい、でこれがねウォーターメロンの、ソリッドのウォーターメロンですね。あ、さっきね、ちょっとね、フレークの入ったものがありましたけども、しっかりと、ソリッドのウォーターメロンも、準備されております。まあ間違いないカラーですよね。自分はあんまり使うこと少なめかな。ただまあこういうウィードが生い茂ってるとことかなんかではね絶対効いてくるはずなのでチェックですね。これウォーターメロンのソリッドもありますよ。はい、で最後12色目、これはもう最近のゲイリー山本っていう感じのカラーですね。ツートンカラーが一つだけ準備されておりました。はい、これはいい色ですね。名前がちょっと長いんですけどね、グリパンのパープルフレークとチャートのパープルフレークっていうことですね。はい、こっちが馴染んでいて、で色調変化こうねパッとね、チャート系のカラーとこう馴染む系のカラーがツートンで準備されているね。なんか可愛らしい感じのカラーでもあり実践的なカラーでもありっていう感じですよね。今回ね12色もね初回のラインナップにあるんですけども、ツートンカラーはこの1種類だけね。今後カラー展開なんかをされていくときにね、各種ねその他魅力的なツートンカラーなんかがね順次増えていったりしてくれたら嬉しいなっていう感じですけど、まあこのカラーはまあ本当実績カラーでね生き残ったツートンっていう感じですよね。まあいろいろカラーがある中でこのね組み合わせが採用されているっていうことはまあ間違いないから、まあ自分もね実際ね違う感じのゲイリーのワームでこのカラーねよくね好きで使うんですけども、まあよく釣れるカラーという感じでね。はい、
で、12色でございます。はい、ということでね、いろいろ、カラーの方を見てきましたけども、非常にね、もうツレセンのカラーが初回にね、こうわんさかラインナップされているっていうね、こういう印象ですね。いやー、ヤマタヌキで、これね、思ったのが8本入りで1200円なんですよね。最近ね、ワームなんかもどんどんね、高くなってるなっていう印象があるんですけども、このね、ヤマタヌキに関しては8本入ってね、1200円だとね、ほんとね、買いやすいんじゃないかなっていうね。で、出しどころね、これはもういろいろあると思うんですけども、最近の自分のね、釣り子 TV の釣りで行ったら、琵琶湖に行った時ね、めちゃくちゃカバースキャットが釣れたんですよ。 3.5 インチのね、カバースキャットを、あの時にね、これがあれば投げたかったなーっていうね、すごいね、もうとにかくノーシンカーで遠投して、で、ね、テーブルターンさしてっていう、そういうね、展開だったので、もうね、いろいろルアー投げたんですけども、カバースキャットにバイトがね、もう偏ったんですよね。その時にね、もうアナウンスは出ていたので、あー、でかいヤマタヌキ、どうなんだろうとすごい気になったので、まあそんなタイミングでね、このデカタヌキ、ね、3.5 インチのヤマタヌキを投入したいなっていうところと、あとはもう、牛久沼ですね。関東のね、まあ、房総リザーバーとかでももちろん聞くと思うんですけども、関東方面で一番使いたいフィールドが、そうですね、牛久沼ですね。あそこも、去年ね、この手のね、形のルアーがもうめちゃくちゃ効いたっていうね、ところではあったので、まあ、それとはまたね、この尻尾がついていたり、ゲイリー素材であったりね、いろいろとね、条件が違ってくると思うので、難攻不落のこう牛久沼とかに投入したらどういうね、価格変化を見るのかっていうね、ここら辺もね、すごい気になりますね。まあ、この色投げたいななんて思ってね、今持っているんですけども、はい。あとはですね、もう亀山ダムをはじめとする房総のリザーバーですね。あそこで、最近はね、あんまりやっていなかったんですけども、昔ね、ずっとやっていてね、それでバーカ釣っていたね、釣りっていうのが、ジャンボグラブのテールをカットしたね、ジャンボグラブの芋、ね、そのジャンボグラムの芋っていうのがね、もうめちゃくちゃ釣れたんですよね。使い方ね、もう置いとくだけで、たまにね、ちょんちょんちょんって動かして、またずーっと置いといて、またちょんちょんちょんって動かして、ずーっと置いといて。で、房総リザーバーに限らず、霞水系なんかもほとんどその釣り方で釣ってたかな。もうね、魚が釣れなくてどうしようって思った時は、もうとりあえずね、もうジャングラの芋なんていう風に呼んでましたけども、最近ね、いろんなルアーがね、増えてきてね、その釣りあんまりやらなくなっていたんですけども、この形はもうまさに、サイズ感はね、そんな感じだなっていうね。ジャンボグラムの芋より、まあ、若干ボリューム感があって、より飛ばしやすくなったっていう感じになると思うんですけども、まあ、そこにこのちょっとね、テールの効果なんかも相まってね、その時取れなかったようなバスがさらに釣れるようになるんじゃないかなっていう風にね、期待しております。そんな使い方の時はこういう馴染む系のね、カラー、これダークブラウンブルーギルだと思うんですけどもね、その頃なかったようなカラーね、使ってみたいな。その頃はね、もうね、ソリッドのブラック一択でしたね。ソリッドのブラックのもうテールをね、切って、で、それを逆付けとか順付けとか、まあどっちでもよかったんですけども、投げてとにかくほっとく。これはもうね、中学生ぐらいの時からやってる釣り方なので、もうかれこれもう30年前とかかな、それぐらいからずっとね。まあポイントはゲイリー素材ね、ノーシンカーほっとけっていうね、このね、要素で釣っていたので、このデカタヌキはまあその釣り方にもドンピシャじゃないかなって思うんで、そういう釣り方でもね、試
してみたいと思います。あとはね、まあ、さっきカラー紹介のところでもね、言いましたけど、このナチュラルシャット、これほんといい色味ですね。思ったのがこのテールだけで釣れるよねっていうね、このなんだろう、テールを切って、まあ、こっちはこっちでねスピニングで使って、でせこい話ですけど、こっちはこっちでね芋として使ってっていうね、ツーウェイでね使えるなっていうのがねすごい期待してるんですよね。どっちのボリューム感もこれ釣れそうなね大きさなので、これねちょっとなんだろう、テールカットバージョンで、テールカットのテールだけとかね、ボディの芋部分だけとかね、そういう感じでね試してみたいな。結構ね待望のになってくるんじゃないかな。そのグラブ系のテールを切って、あとは線香の太さ違いで、使い分けてっていうのはねよく使ったりやったりしてたんですけども、このねまさに芋の元みたいなね、この出方抜きは、結構こうそういった意味ではね面白い使い方ができるんじゃないかな。で、あの小さいヤマタヌキの時はこれを半分にねカッターで切って、それはそれでねパドルテールみたいな感じでよく釣れたななんていうのをね覚えてるんで、これも一個ちょっと半分に切ってねビランビランっていう感じでも使ってみようかなとかね、そんなのも考えております。はい、というわけで見てきましたけども、ゲリー山本様ありがとうございます。確かに受け取りました。こちらね新しくリリースされた2022年のゲリー山本新製品ヤマタヌキの 3.5 インチ、これを全色、ね、眺めてみて、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。